皆さん、こんにちは。日本の芸能界を代表する伝説的カップル、山口百恵さんと三浦友和さん。そんな二人には離婚の噂があるようです。また、二人の息子である次男、貴寛さんが、引退を示唆するコメントをしています。今回は山口百恵さんの離婚、息子の引退、介護についてご紹介します。実は、三浦さんの百恵さんに対する第一印象は、決して良いものではありませんでした。1975年、映画「潮騒」の撮影で、三重県の上島に集まった際のことです。当時の百恵さんのマネージャーを勤めていた長谷川一正さんの証言によると、友和さんは百恵さんのことを、アイドルは嘘つきだから、と批判的な発言をしていたそうです。当時、友和さんは役者としての意識が非常に強く、表面的な振る舞いをするアイドルに対して苦手意識があったようです。特に「町の人はあったかい」という百恵さんの言葉に対して「島に来たばかりで町の人の人情なんかわかるはずないだろう」と不満を漏らしていたそうです。しかしそんな最初の印象とは裏腹にお二人は見事に結ばれることになります。当時のマネージャーは「俺が担当していた頃の百恵が憧れていたのは西城秀樹だったんだよ。実際に仲も良かったしね」と暴露しています。マネージャーも二人がどうやって交際したのかは知らないようですが、三浦さんのことを信頼しているようで、友和はとっても真面目な男だから百恵にとっても良かったよな。もし友和と会ったら上島での夜のことを問い詰めたいよ、と語っています。1974年から75年にかけて百恵さんはドラマ赤い迷路に出演していました。まだ高校生だった百恵さんですが、その仕事に対する姿勢は非常にプロフェッショナルでした。台本を手に取りマネージャーに「このシーンどう思います？本当に泣ける」と真剣に演技について相談する姿はデビュー2年目とは思えない成熟さを感じさせるものだったそうです。そして1980年、百恵さんは芸能界からの引退を決意します。2020年10月に NHKBS プレミアムで放送された伝説のコンサート、山口百恵1980-15日本武道館は反響が大きく、2021年1月には NHK 総合でも異例の再放送が行われました。わずか7年半の芸能活動で引退を決意した百恵さんですが、その伝説は今なお色褪せることがありません。引退コンサートの準備段階から百恵さんは企画会議に積極的に参加し、特に選曲には強いこだわりを見せていたそうです。当時の構成を担当した演出家の宮下康人さんによると、百恵さんの転機となったのは宇崎竜童さん、秋陽子さん夫妻との出会いだったといいます。横須賀ストーリーが誕生した時、百恵さんは「宮さん聞いて、次すごい歌ができたから」と目を輝かせて話したそうです。そして引退コンサートでは、とにかく私はこの一曲が歌えればいいのと言っていた曲が、宇崎夫妻が提供した「曼珠沙華」だったのです。しかしコンサートの選曲をめぐっては、実は知られざる都市伝説が存在していました。引退コンサートではデビュー曲から最新曲まで網羅した全30曲が披露されましたが、その裏では激しい対立があったというのです。総合演出の TBS 山田修司プロデューサーはベスト版的な選曲を求めました。一方、百恵さんは1980年発売のアルバム「メビウスゲーム」の曲目を中心に構成したいと考えていたそうです。この対立はコンサートの開催自体が危ぶまれるほど深刻なものでした。百恵さんは「横須賀ストーリー」以前の楽曲をあまり歌いたくないという強い意志を持っていました。そのため当初の選曲にはデビュー当時の曲が一切含まれていなかったそうです。 TBS 側は百恵さんと親しい人を通じて説得を試みましたが、これが逆効果となってしまい、山口さんは「私の大事な友達を何だと思ってるの？」と激怒し、もう放送はいらない
とまで言い切ったそうです。最終的には宮下さんの説得により事態は収束し、バランスの取れた選曲となりました。そして伝説となったラストシーン、最後の一曲「さよならの向こう側」を涙ながらに歌い終えた桃江さんは、深々とファンにお辞儀をし、ゆっくりとマイクをステージ中央に置きました。その後、悠然と客席を見回して静かにステージを去っていく姿は、約150秒という短い時間でしたが、永遠に人々の記憶に刻まれることとなりました。その場に居合わせた盟友野口五郎さんは、当時の様子を、ラストコンサートの隣の席は西城秀樹でした。彼女が最後にマイクを置いた時、僕も秀樹もアーティスト席の皆が、客席のファンの方たちより率先してスタンディングオベーションをしたように僕は記憶しています、と振り返っています。この伝説的な150秒についても、実は演出ではなく桃江さん自身の強い意志が込められていたことが明らかになっています。宮下さんは、よく演出でマイクを置かせたのですか、と聞かれるのですが、常にそうじゃないと言ってるんです。やっぱり桃江ちゃんの最後の気持ちだと私は思うんです。彼女のメッセージをあの舞台に込めて作っていたのでしょう、と語っています。さらに、21歳にして心から尊敬できる女性でした、と桃江さんの人間性を高く評価しています。その最後の舞台となった日本武道館でのさよならコンサートで、桃江さんはファンに向かって幸せになりますと約束しました。多くのファンが復帰を望んでいたにもかかわらず、彼女は一度も芸能界に戻ることはありませんでした。では、もし桃江さんが復帰していたらどうなっていたのでしょうか。業界関係者の間では、 NHK の紅白歌合戦に出演していれば記録的な高視聴率を記録していただろうと言われています。実際、1990年代には紅白スタッフが超目玉ゲストとして桃江さんの招聘を計画していたとされています。また、2019年に出版されたキルト作品集「時の花束ブーケ・デュタン」は、専門書としては異例の20万部を突破する大ヒットとなりました。三浦さんの証言によると、桃江さんは当初この本の出版を躊躇していたそうです。しかし、還暦を前にした時期に師匠である鷲沢玲子さんの後押しがあって決断したとのこと。お二人が印税を寄付することを決めていたという点です。これはお金や名声よりも純粋な創作活動としての意味を大切にしていた証とも言えるでしょう。あまりに表舞台に登場してこない桃江さんに病気説が浮上しています。重い病気を患った結果、家から出てこられないとも言われているようですが、実は桃江さんは義父母の介護に追われているようです。現在の桃江さんは剣才として主婦業に専念する傍ら、90歳を超える義父母の介護も両立させているとのことです。介護といっても、ご両親に認知症などの深刻な症状はないものの、高齢であることから要介護1の状態とされています。桃江さんは日々の家事と並行してデイサービスなども上手に活用しながら、義父母の身の回りのお世話を完璧にこなしているそうです。介護コンサルタントの伊藤亜紀さんによると、桃江さんの介護生活がうまくいっている理由として、一人で抱え込まないということが挙げられます。多くの人が陥りがちな、全て自分でやらなければという思い込みから解放されています。夫である三浦さんや親族の方々が日常的にありがとうという感謝の言葉を伝えているそうです。また、趣味の時間もしっかりと確保しているとのこと。桃江さんはキルトを趣味として楽しんでいます。さらに、デイサービスなどの社会的支援も上手に活用しているようで、できることは自分で、必要な部分は支援を受けるというメリハリのある介護を実践しているそうです。三浦さんも妻の介護負担を理解し、積極的にサポートする姿勢を見せています。三浦さんは、介護で自分の時間が削られるだけでもストレスになっているはずと、妻の立場に立って考え、感謝の言葉を伝えることを心がけているそうです。また、将来的な介護の在り方についても、下の世話が必要になったら施設への入所も検討すると
具体的な準備を進めているとのことです。桃江さんが孫の誕生を望んでいるというのが理由です。実はこれにも義父母への深い愛情が関係しているのです。桃江さんは60歳という比較的若い年齢で実母を亡くしています。自分の母親に孫の顔を見せることができなかった経験から、義父母にはぜひともひ孫の顔を見せてあげたいという強い思いがあるそうです。介護の仕方で揉めて離婚危機と言われている2人ですが、桃江さんのことを考えている三浦さんに限ってそんなことはありませんね。しかも2人は結婚以来一度も喧嘩をしたことがないそうです。三浦さんは、夫婦喧嘩は何のプラスにもならないのにエネルギーを費やすのはもったいないと考えているそうです。このような価値観の共有がお二人の長年の絆を支えているのかもしれません。2022年3月には長男の三浦祐太郎さんに第一子が誕生し、お二人は待望の祖父母となりました。桃江さんは60歳を超えてもなお多くの人々の注目を集め続けています。ソニーミュージックからは現在でも定期的に企画作品がリリースされています。2021年11月にはゴールデンベスト桃江ディスコ&ソウルが発売され、変わらぬ人気を示しています。2023年11月三浦家には嬉しいニュースがありました。三浦智和さんが旭日小綬章を受章したのです。また11月10日は次男貴寛さんの38歳の誕生日でもありました。しかしそんな祝福ムードの中、貴寛さんには深刻な悩みがあったようです。2010年に俳優デビューして以来、13年間にわたって真摯に演技の道を歩んできた貴寛さんですが、最近になって心境の変化があったことが明らかになりました。2023年9月18日、貴寛さんは SNS のスレッズに、あと5年くらい頑張りてという意味深な投稿を行いました。30代半ばになって感じ始めた重圧があったようで、貴寛さん本人も、30代半ばの頃にずっときつくて、芝居も本当にやめようと思った、と告白しています。ファンからは心配の声とともに、そんな、余裕で頑張れますよ、大丈夫、といった応援のメッセージが寄せられました。貴寛さんは、デビュー当初こそ、親の七光と言われることもありましたが、13年の間に大河ドラマを含む100本を超える作品に出演し、実力派俳優としての評価を確立してきました。しかし30代に入ってからは現場での要求も増え、より一層のプレッシャーを感じるようになったとのこと。特に撮影初日は緊張のあまりセリフが出てこなくなったり、腹痛に見舞われたりすることもあるそうです。またいつか仕事のオファーが来なくなってしまうのではという不安も抱えているとも語っています。10月末から11月上旬にかけて、貴寛さんは再びスレッズで、メンタルが豆腐のため緊張すると寝られません、40歳まであと2年、せめて絹豆腐から木綿豆腐に進化したいですね、と心境を吐露しました。今すぐにでも引退してしまいそうな貴寛さんに、父智和さんは叙勲に際して意味深いコメントを発表しています。古希を過ぎ、これから俳優としてどう生きるか迷いのある中、励ましの光をいただいた気持ちです。映像俳優としてこれから何ができるのか慎重に探りながら精進してまいりたいと思います。このコメントには貴寛さんへのメッセージも込められていたのではないかと言われています。桃江さんは子育てにおいて厳しく叱るタイプではなく、見守る母親だったそうです。息子の悩みを理解しつつも、引退はまだまだ先と励ましたかったのかもしれません。いかがでしたか？お二人の関係性の根底には、私は彼のためになりたかったという桃江さんの思いがあります。この純粋な気持ちが芸能界復帰という誘惑に打ち勝つ力となったのかもしれません。振り返ってみると、桃江さんの引退は決して芸能界からの逃避ではなく、新たな人生の選択だったと言えます。現在も変わらぬ仲の良さを保っているお二人の姿は、多くの人々に希望と勇気を与え続けています。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。
それではまた。